こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、始めていきましょう。前回の続きということで、まあそんなに大したことはやらずに、堅実に町を、作っていこうと思います。ツイッチで配信を行ってます。ぜひ、ツイッチアカウントフォロー、チャットコメント、ライブ視聴お願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後ですね、17日21時に、YouTube にアッププレミア公開いたします。そのアドレスはツイッチのチャット欄に記載しておりますので、アクセスしていただきまして、たくさん動画が上がっております。動画視聴、高評価、チャンネル登録お願いいたします。This Live Archive 2 Day After、YouTubeアップ YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタン&ライブを、ムービーウォッチプリーズ。そして、Twitter もやっております。こちらも、Twitch のチャット欄に、アドレス記載してます。視聴、ライブウォッチ、視聴およびアカウントをフォローお願いいたします。ツイッターアカウントフォロー&チャットプリーズということで、ここ結構スペース空けましたが、なんでスペース空けたかというと、移動できないんだ。あれですね、この辺とかはもう行くしかないんだ。撤去しないとダメなのかな。なるほど。傾斜があるんだ。なんでだ。そうですね、上に上がった方がいいのか、それともそうじゃないのか考えどころです。
まあでもこっちの方は混むけど、そうだ、これ地下鉄の入り口があるから、感じですね。さあ、これでどうだ。一方通行だよね。ちょっとストップ。一旦ストップ。交差点。これでこのビーチウッドブリッジを通過してくれるかな。まだ行かないですね。癖があるからな。あ、なんか空いてる部分があるんで、そこ通過してくれるんだ。なるのがバスとかどう運行するんだ。バスは通過しないな。あ、なんか一部の歩道はこっちを通ってる人もいる。どういう道の運行の仕方になるのか。バスが2本連続で通ってますね。基本的にこっちはそんなに渋滞してないから、まだ道を作る必要はないんだよな。全然でもまだ通らないですね、ここ。
ここやっぱ降りて、傾斜があると結構行かない可能性もあるんで、右へ曲がろうとしてるなこれ。みんなあれなんで、ここ信号があるのか。いや、ないよ、ないよ、ないよ。でも止まってるな。左折かルート、左折かルート邪魔なのかもしれん。止まっちゃうもんな、左折かルートあると。信号があるわけじゃないのにな。どうなんだろう、あんまりこっちの短絡の車通ってくれはくれないよな。でも結構まっすぐ行くから、まっすぐ行ってるよな、みんな。右に行く車がそんなにないから、本来ならこっち通ってくれた方が嬉しいんだけど、まだ慣れてないんだろうな。こっち通った方が早いよっていうのに慣れてない。だからまだ並んじゃうよな。あんまりでも車通らないなら、ちょっといじるか。費用もかかっちゃうしね。ちょっとここ修正しましょう。これはここだけで良いで、だよね。でも多分やらないから、まずはどうよ、公園ってあったっけ、ここ。公園置きたいよな。公園ってあったっけ。公園は付近には、ここが公園があるんだけど、こっち側は公園じゃないんだよな。公園置いとくか。でかいんだ公園、結構意外と。ね。これだと行ってくれんのかな。あ、わからん、通ってくれるのかわからん。
取ってくれないのかもしれない。出てないよな、これ。取らないよな。これダメなのか？出てるかな。こんな感じか。取って通ってくれないんかな、やっぱり。わからん、ね、これで多分こうだよな。こっち来てくれないから出口がないのかな。ってことは入り口はこっちしかなくって通過してはしてくれないのか。だとすると、これ何？あ、これだと通過できるんだ。
まり、これだとどうなるんだ。こうか。これだったら多分入れんじゃないの？ダメなんかな、これ行き止まりなんかな、この柵で入ってこれないとかなるのかな。お金かかる有料パーク、いやそんなことはないと思うが、労働者不足なかなかやっぱり来てくれないよな。一方、まあ、3連敗だな。チームはポケットはまだ発射してくれない。ちょっとあのワープしましょうか。ちなみに電力供給はギリギリだな。電力供給もまあ傾向度がちょっと不安がある。葬儀はまあ大丈夫。教育がなちょっと不安ができてるな。教育は1%アップぐらいかな。で、病院も 1% アップぐらいで、もう刻んでいくのよ、刻んでね。これは 2% アップ、電力は。この辺かな？結構病気にかかってる気もしないでもないからな。
なかなかやっぱり車通過してくれないよな、この。密通道路を。放棄されちゃった。あ、なんか ここに移動したらこう入れるけど、全然通過してくれないな。やっぱりその、あの高架部分的に高架道にした方がいいのかな。ここら辺までは。こうすればあのスピードは上がるんだよな、通過した。だから平均速度は上がるから、あの表向きいけそうな気がするんだが、あれ？ダメ、こういうことなのか。
ようやくたくさん通過してくれるようになった。1% 差が結構でかいな。水道代が全然通過してくれない。ダメだな。これ入れそうな気がするんだけどな、入れないのか。なるほど、5つスペースがいるんだ。この公園はみんなこれだけは4つでやってくれるんだ。やってもしゃあないしな。日本庭園は結構栄え。入ってくれないのかな。あ、ようやく通過してくれますね。あ、でここも全然かなり渋滞も解消されてるわ。いいですね。これでオーバークロスを作ったことで渋滞を解消することができましたね。
ットも作ってる最中だな。あ、勝ちましたね。勝ったから結構お金入ってきたんだ。あと勝つことでモチベーションも上がりますからね、住民の。需要は、なるほど。あとは、どうしよう。これスターマーケットってもうすでに存在していますになるよね。これはもう存在してるし、なんだこの隔離広場って、みんなが行きたがる眺めのいい広場、医療センターを建設するためにですって書いてる。もう作ってんじゃないかな、医療センター。これ軌道エレベーターを製造するために必要ですってなってるな。需要はそれなりにあるから、ちょっと閉まったかも。他はあったっけ。高速沿いに作れば、作らないといけないから、ここはほぼ開発されてるし、ここはこの地区は住宅を作りたいから、ここかな、こっちかこっちか、もしくはこっちっていうのもあるな。路面電車付き延長する。でこっち
ちはバス付きだけど、これなんだろう。感じでバス付き道路を延長する、高速道路を延長する、こんな感じになりますね。とりあえず、こっちかな、工業地帯はこっち作るとして、まあでもね、住宅地を作っちゃってるんだよな。これはちょっとしくじったかもしれない。両側に作るしかないよな。とりあえずこの工の区域に商業地帯を作りますか。あとそうだな、路面電車をどこに作るかだよな。到着、コンテナを下ろします。いや、これ高速の方をちょっと バスオンリー高速ってあるんだ。
どうかな。やっぱり勾配がきつすぎるのか、これだと。だよな。だからああそうか、逆にから引き始めない。ね。これで何かすごいことなってる。これって上がれないんかな。つまり。いけるやん。まあ、いわば。こういうふうにして、で当然のごとく、あとは間違えた、こんな感じで、でこうすると緩いカーブになるから、多分スピードが落ちることもないんじゃないの。
で、しかし、まあもうちょっと待った方がいいか。いや、これ、こっちを商業地にした方がいいのかもしれないな。そうなってるから、ちょっと
で一応水を引いとこう。ロケットってまだまだな、2連勝してますね。こっちからもうどんどん車が降りてきてるよね。逆にこっちじゃなくてこっちの方が渋滞しつつある。こっちも渋滞し始めてるな。まあ多分右折してる車とぶつかってるからなんだろうけどな。
ばいな、こっち側をたくさん、まあ、車が入ってきてるからっていうのもあるのか。まあでも渋滞はしてるよね、事実。商業用車両で、ね、結局こっちに曲がってるからか。流れ的にはほとんどこっち、やっぱりここから高速に入って帰ってくるケースが多いんだ。でも料金所通るのになんでって思うな。あ、そうか、忘れてた。これで多分入ってくると思うから、帰りはこっちへ来る。そうかい、こっち右折するから混雑するやろうけどな。
ここを工場にしてっていうところですね。あとは、商業地に入る方は断然ここから降りていってっていうことかな。で一応簡易施設でも作っとこう。こうすることで、まあ、一応高速こう回ってこう行く車は減ることはできるだろう。多分用はない車はさっさと高速戻ってくれた方がいいからな。ポケットはまだかな。発車発車発車だいぶ高速も通過していくようになったな。みんな喜んでますね、ロケットの発射で。ここが一番上か。一応大きな問題が起こってないっていうのは非常に重要だよな。まあ大丈夫。 26% だったらまあこんなもんかな。ちょっと警察のあれはやばいかもな。警察予算上げとこう。これは消防予算か。警察予算81ぐらいまで上げとこう。この微妙な差っていうのがポイントなんだよな。一応住宅の開発もしとかないとね。やばいやばい、ゴミが。ゴミ、ここだけがゴミがなんかな、ゴミ回収車が、あ、来た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 。あれ来てない？
お前ゴミ回収車なんで遠回りするんだ、なんだこれ。あ、そういうことか。端子もずっと回ってるんだよな、このゴミ回収車。あ、来た来た、ようやく来たが。あ、よしよしよし。ちゃんと水はあるよな、通ってるよな。あ、今度はこっち側がゴミが、ゴミを来てくれー。あ、消えた。ゴミ収集車今のところは順調ですね。ですよ。一応これで、ね、次はここかな。ここはどこだ？方向がちょっと足りないのは不安だな。
なんかゴミの問題言われてますね。あ、病気になってる。この辺の病院がひどいって感じか。34年どうかな、 2% ぐらい落とそうかな。場所によるよな。ただ病院言うてもこの辺はそんなにないからな。逆に診療所をこの地域に移動してもいいかもね。価格が上がってるなあ。ここ住宅地で良かったのかっていうのはあるよな。だいぶだからこの辺の渋滞は解消しましたよね。むしろ路面電車が走る道は大通りじゃなく、こういうちっちゃい細い道の方がいいかもしれない。この程度の、あれ？これ単線なんだ。こんな感じか。もしくはもうこんな感じかな。専用機能に近い形の方がいいかもしれない。
チベーションが下がってる。まあ、ここの難点ってやっぱり下降りれないことなんだよな。これもしさ、この左折道路を押したらどうなんだろう。当然左やっぱり曲がるよな普通に。あ、違う違う、面電車がそうだよな。この赤い線がこっちに電車入るようになるわけだ。こっちもそうしとこう、一応は。まだ路面電車の路線走ってないですけどね。そうか、車庫から来る列車の列車がそう行く可能性があるのか。
かすごいことなってんな。あれ？
テト、そうだよな、こっちが詰まってるから、そうだよな、こっち側を、違えた。
けたか。もうこれでいっぱいいっぱいだな。でも次こっちだよな。
と予算を、水の予算を上げよう。98% ぐらいまで上げて、電力はまあこのままで良い。ゴミもこんなもんやろうな。葬儀とかもまあまだ大丈夫。7% ままか。もうちょっとで発射だな。2連敗。大学はやばいな。ここまで結構いい好影響を及ぼすんだ大学は。まあ大学少ないからな結局。予算がや、予算もちょっと使いすぎたかもね。
なんだろう、この番組焼却炉やん。これはちょっと移動して、消防署か。消防署が一番なんかお金がだんだん減ってるなぁ。しばらくはほっといた方がいいかもしれない。いろいろ
まあとはいえやっぱり投入しないとあかんからな。原子力発電所やん。水が、あれ水なかったっけ？あ、ないんだ。走行外が厳しそうだな。ということでまた発射です。5万7千人まで増えましたね。ただちょっと資金がね問題だよな。余裕がありすぎるな。ちょっと94ぐらいまで落とそう。1% 落とそう。
別に不満はないよな。あーでも結構いっぱいいっぱいではあるんだ。そうなのって。1% 増やそうかな。わからん。
まあ健康度はまあどこも多分ここぐらいかな。まあでもここ結構病気がひどいんだけど、大きな病院がないな、ここ。あ、でも、ちょっと不安定だな、ここ。負けたサッカーで、多分負けたっぽい。3連敗は辛いな。え、なんで、あ、 14% になってるから。霊柩車霊柩車回収、こっちは解消。
相場上は足りるんだけど、なかなか来てくれないよな。来たかな。ああ、まっすぐ行って通り過ぎてしまってる。なんか近くにまで霊柩車来てるのに、ようやく来た。来た。診療所はあるんだよな。お金が まずいな、このまま行くと。まあひとまずこんな感じで、この川の南側ほぼもう開発終わったんで、あとこっちとかここ工業地帯の予定だから、商業地帯かな多分ここは。工業地帯とかになるのか、でこっち越えたとこで住宅地を作るとか多分なると思うんですが、結構商業地の
住宅地じゃなくて商業地の需要がなんか多くなってる感じがあるんで、まず引き続き空いたスペースに順次作っていきつつ、結局この空いたスペースに順次、地区ごとにこういうふうに区域を作って
埋めていくっていうのは変わらないんで、同じやることは同じなんで、そういうことをやっていきたいと思います。はい、2時間40分か、見ていただいてありがとうございました。このアーカイブは YouTube に残します。スイッチのチャット欄に YouTube の URL 記載します。2日後ですので、17日の21時に上げる予定ですので、ぜひ、見に来てください。 YouTube、This Live Archive App YouTube My Channel Watch and Channel Subscribe and Good Button Please、Twitter もやっております。こちらもツイッチのチャット欄に記載してますので、ぜひアクセスフォローお願いいたします。マイツイッターアカウントビジット&アカウントフォロープリーズ。そしてこちらツイッチでツイッチのフォローもぜひお願いいたします。マイツイッチ、アカウントフォロー&ライブウォッチ&チャットコメントプリーズということで、シティーズスカイライン遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。